エコスポーツ TV をご覧の皆様、どうもサッカーを始めた頃、キーパーグローブをつけてみたくてちょっとキーパーに憧れてたフットボールスタジアムなら勝ちですはい、皆さんもそういう経験ありますかねということで今回はこちら渡辺様からご依頼ありましたキーパーグローブのご紹介になりまーすはい、えー、こちらのアイジアスのキーパーグローブが 並べてあるんですけどその中でもあのドイツ代表の、えー、バルセロナのテアシテイゲン選手こちらのですね着用しているグローブがどれかなっていうところでですねちょっと私もググってみたんですけど今は多分あの怪我をされててあの出場はしてないんでしょうかねまだ。で、えー、とその前に、えー、比較的このカラーをつけてたようにえっ、ー、と思います検索してみたら。はい なので、あので、ーまああまいろんな色をですねつけたりスパイクと連動してまあこのカラーをつけたりとしてたんですが、まあ、このカラーに関してはちょっと真っ白ではなくてクリームがかった色に蛍光レッドとフラッシュグリーンで3本ラインは黒というですねはいこちらのカラーをつ、えー、けてたように思いますでこちらはですねプレデタープロのハイブリッドなんで多少ファームだったりこの側面がメッシュになってたりとかしてですね軽い感じは あるんですがはいぜひ今このカラーはもう8号が1層だけ、えー、店頭には残っている状況です他のカラーは多少まだ残ってたりするんでですね黒ゴールド X あと黒ピンクですねこちらも店頭には残っておりますのでぜひですねお早めにチェックしてみてくださいはい今日はですね、えー、手足提言選手のキーパーグローブのご紹介でした以上ですバイバイ